はい、皆さんこんにちは、まさしです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、カメラ関係の、お話なんですけれども、僕のチャンネル、前からね、見てくださっている方、もしいらっしゃったら覚えてるかと思うんですけど、山の国ビジュアルアワードっていう、映像のね、静岡県が主催しているコンテストがあって、でそこであの優秀賞を、僕とあのよく出てきてる京くんがね、一緒に作った作品が、撮れたんですけど、その時に、グランプリを取った、山梨の、映像のクリエイターさんが、いて、でそのクリエイターさん桐原さんって言うんですけど、今日は桐原さんが、山梨から、はるばる、僕が運営しているここコワーキングスペースコワコに、遊びに来てくれたので、まあ、ちょっと雑多な感じで、あの、はい、動画でも撮ろうかということで、そうですね、今日お越しいただき、はい、ありがとうございます。いえいえいえ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。ゆるっと撮影が始まりましたね。はい、はい、こんな感じで。あ、いいと思います。はい、まあ、今日初めましてなんですけど。そうですね、はい、1年越しみたいな感じですよね。そうですね、 いわば、はい、そうですね。でなんかそのツイッターとか拝見してても、うん、なんかその地方での働き方というか、はい、その地方で映像クリエイターとして活動していくその働き方みたいなのを結構発信してたり、はい、そうですね、するじゃないですか。はい、してますね。僕もやっぱり静岡に住んでいるので、まあ、静岡と山梨で、まあ、フリーランスとして、まあ、活動するものだし、なんかその通ずるものだったりとか、うん、なんかぶっちゃけこういうとこお互いどうなのみたいな、うんうん、ちょっと話ができればいいなと、はい、そうですね、はいはい、思ってます。はいはい、なんかざっと簡単にでいいんですけど、はい、そのどんな映像を作ってるかとか、はい、なんかその簡単なその活動の内容とかの自己紹介はい、していただければ。そうですね、はい、まあ、一応キリフィルムスという屋号で、山梨を拠点に映像制作をしております。まあ、主に県内、山梨県内の企業さんが、まあ、8割ぐらいかな、あのいわゆるクライアントワークがメインでやってまして、まあ、あとは都内の広告代理店さんと仕事させてもらったりとか、あの自治体さんとかと仕事させてもらったりすることが多いですね。で、まあ、作るものの、まあ、特色というか僕のテイストみたいなところは割とドキュメンタリーベースのものが好きで、あのやっぱり人の話を聞く、インタビューするとか、そういったベース、インタビューベースの作品が多かったりします。はい、そんな感じですね。なるほどなるほど、はい、あで一応まだ、今年か、今年でフリーランス起業してちょうど3年目になるところですかね。はい、3年目なんですね。はい、なんか、はい、僕今年で7年目になるんですけど。長いですね、もう長くなる。そうなんですよ、なんか3年目の時って本当に、うん、なんかその がむしゃらにというか、はい、もう車の拒まず仕事やってた記憶があるんですよ。はい、ああ、そうなんですね。そう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 。どうでした、そのいわゆる2年目、3年目の時の仕事量というか、どんな感覚でしたのか覚えてますか？覚えてます、覚えてます。ね、1年目のと、売上ベースで結構はっきり覚えてるんですけど、はい、1年目、2年目、3年目って、はい、その売上、まあ、数字言っちゃうとあれなんですけど、はい、3倍ぐらいになが多分3年目を渡してでした。すごい、成長してますね。うん、はい、そうですね、思ったけど、とにかくもう来るもの拒まずで、はい、なんかもう本当にがむしゃらに体を酷使して、はい、なんか働いてたっていう感じなんで、はい、なんかそのメンタル的なこととか、うん、なんかそのなんかもうただただ大変だったっていう記憶しか今 ない、そうそうそう。基本じゃあその時は一人メインでこう動き回って撮影したり、構成考えたり、お客さんとこうやり取りしてたっていう感じなんですかね。そうですね、そうですね。なるほど。そのもともとその独立した時に、うん、まあ、一人でも戦っていける、うん、そのビジネスモデルをちゃんと構築したかったっていうのがあるんですよ。人を雇ってその会社を大きくしていきたいっていうモチベーションがなくて、そうです。なので基本的には一人でパソコン一台でやっていけるように、していましたし、今でも、まあ、そこは結構ベースにはあるんですけど、はい、そんな感じですね。はい、で今7年目じゃないですか。どうですか、やっぱその正直1年単位ぐらいでなんか活動の指針みたいになって結構変わるし、多分フリーランスでもあるし、クリエイターの仕事って結構なんかなんていうのかな、時代というかその時のこう世の流れに対してなんだろうな、まあ、人気商売ってことはあるんですけど、結構作るものが変わったりするじゃないですか。その3年目の頃と今7年目になってなんかこう変わったりした部分とかありますか？作るものとか仕事の取り組み方とか。もともと
本業というか、もともと独立した時に、ウェブ制作が本業だったので、はいはいはい、でウェブ制作やって、でそこからお客さんから上がってくる素材とかがいけてないなっていうことで、うん、自分で素材撮れるようになりたいなっていうことでカメラを始めたんですよ。そうなんですか。そうなんですよ。なのでそういう意味では3年目とか4年目とかはもうずっとウェブをやってたけど、うん、まあ、そこからカメラに派生してて、うんうん、で Vlog 好きになって、あで映像好きになってみたいな、はいはいはい、でウェブと映像って相性がいいの で、うんうん、でそれで映像をやり始めたっていう感じの流れなので、うんうん、そもそも仕事のジャンルというかが変わってきてはいますね。今でもウェブはやってますけど、映像がだんだん多く増えていったっていう感じですね。いや、じゃあ最初から映像だったわけじゃない。じゃないです。そうなんです。そうなんですよ。じゃあ結構こう生き方が変わってるというか、うん、そうですね、そうですね、戦い方を変えてるんですね。そうですね。キリアラさんはあれですか。はい、もう自分で撮影して、はい、自分で編集してっていうスタイル、ビデオグラファースタイルというか。そうですね、今のところは多いですね。まあもう、クライアントさんとか案件によってはいわゆる僕が企画構成組んで撮影までして編集はもう僕じゃなくてもいいみたいなのも、まあ、もちろんあるんですね、うんうん、多分いわゆるそれが、まあ、さっきも話したけど、うんうん、ライスワークみたいなことな仕事なんですけど、うん、でも案件として来る中で、あ、これはちゃんと1から10まで全部自分が作った方がいいなみたいな、いわゆるライスワーク、まあ、仕事の絵はあるんだけども、うん、自分の代表作になり得るような案件って意外とあったりするんですよ、僕の場合、うんうんうん、それはすごい楽しい仕事になるんですけど、うんうん、それが結構好きですかね。その場合は全部自分でやっちゃいますけど、うんうん、まあ、もちろんアシスタントが入って手伝ってもらったりはあるんですけど、なるべくその1から10まで自分が作るってものは自分でやるようにはしてますね、うんうん、なるほどなるほど、はい、僕はコワーキングスペースを運営したりとか、はい、あと静岡動画オンラインサロンアジトっていう、はい、そのカメラ静岡のカメラマンが集うコミュニティを運営してるんですけど、うん、多いじゃないですか最近カメラマン多いですだったりとか、ね、ビデオグラファーだったりとか、はい、うん、あとはこれからカメラマンとして独立しようと思ってるんですよみたいな、はい、でこれからもどんどん増えていくと思うんですよ、はい、そのカメラマンって、うん、でその僕正直そのカメラマンとしてその道を極めていきたいっていう気持ち全くなくて、うん、そうなんか自分ができることの一つとして、うん、自分が叶えたいことの一つの、うん、その方法として今はビデオグラファーっていうかその映像のディレクターやってるっていう話であって、うんうんうん、なんかあんまりないんですよ、うん、だけど自分の周りにいる人たちって結構やっぱりそのビデオグラファーとしてすごい頑張ってる人が多くて、うん、桐原さんってなんかその今めちゃくちゃ忙しいですし、なんかそのめちゃくちゃ素敵な映像を撮られてるじゃないですか、はい、っていうのはもう分かってるんですけど、うん、なんかその今後なんかどういう風になっていきたいとかあるんですか、うん、あ、いいテーマですね、うん、なんならそのテーマめっちゃいいかもしれないですね、うん、そう、意外と僕もなんていうのかな、映像をやりたくてやっているわけではないんですよ。っていうのは多分たまたま得意なものが映像を作ることであって、なんか叶えたいものが一つあった場合に、その一番僕が効果的にこう価値を最大化して提供できるサービス手段が映像っていうわけであって、今映像やってるんですけど、じゃあ何を将来的に叶えたいとか、どんなことを果たしたいかっていう話をすると、ちょっと話のスケール大きくなっちゃうんですけど、うん、いわゆるすごいなんていうのか、キザなこと言うと社会をもうちょっと良くしたいんですよね、うんうんうん、社会のじゃあどの部分かっていうと、まあ、いろんな部分あると思うんですけど、例えば貧困だとか、うん、人種差別とか、あと環境問題とか、あといわゆるそういった人の価値観が関わるところを何かしらのクリエイティブの力を使って解決していきたいんですね。で今僕ができる範疇で言うと映像を使ってそれを解決する立場ではあるんですけど、うんうんうん、なんだろうな、まあ、たらればじゃないんですけど、仲間がいれば、何かこう社会課題を解決するためのクリエイティブチームを作って、なんならそれ別にライティングでもいいし、うんうんうん、なんか写真とかでもいいし、まあ、それこそ映像でもいいし、なんかウェブ制作でもいいし、うんうん、いわゆるなんかその 社会を良くするために、仲間を集って、うんうん、ちょっとしたそういう組織を作る、いわゆる会社みたいになるんですかね、会社みたいなものを作って、まあ、山梨小さいところからですけど、うん、身の回りの人たちとか、うん、そういう地域経済っていうんですか、社会からより良くしていきたいっていうのが大きいビジョンとしてはあるんですね、うんうん、そうやっぱ人本来の幸せって多分全員に共通すると思うんですよ、うん、人って同じ動物であって、うん、みんなが幸せに感じる部分って絶対共通してあると思うんですよね。なんかそこに対してダイレクトにこうアプローチできるような仕事を人生かけてやれたら結構幸せなんじゃないかなみたいなのは結構最近そういうこと考えてて、だから必ずしもそこに行く手段が映像じゃなくなる可能性も実はあるんです、うんうんうん、
まあ、それは多分そのなんだろうな時代のこう潮目を読んでというか、うん、それに対してこう自分の生き方を変えていくようにしていくのが、うん、まあ、今の段階ではベストなんじゃないかなというふうに最近考えてて、そうだからなんだろうな、映像に特化しつつも映像だけをずっとやっていきたいわけではないというか、うん、常にその社会とか自分の住む場所に対して自分が一番こう最大化した価値を提供できる形に変化できる状態でいることが僕は一番ベストだなと思ってて、うんうん、いやめっちゃすごいですねその、はい、なんていうんですか志が、あ、うん、そうですね、まあスケールがちょっと大きいんで、うん、しかも何をもって社会に対して貢献したかってあんまり測りづらいところあると思うんですけど、うんうんうん、でも常にその姿勢でいることは結構大事かなと思いますね、うんうんうん、はい、なんか僕全然そういう考えを持っている人のことをその否定するわけでもないし、はい、なんかめちゃくちゃすごいなと思うし、その本当にいいなと思うんですよ、うん、思うんですけど、なんか僕本当にこれ動画でも言ってるし、はい、自分の身の回りのメンバーにも本当にしょっちゅう言ってるんですけど、うん、なんかあんまりその映像をやることによってとか、うん、その自分が働いているその活動が直接的にその社会的な意義だったりとか、うん、なんかそういうところに直結していくことにあまり興味がなくて、あ、そうですね、なんかその自分、うん、なんかそのコミュニティとかを始めてから特に思うんですけど、なんかそのあと結婚して子供ができてから、うんうん、なんか自分の家族だったりとか、なんかそういう一番身の回りの人、自分の家族と、あとはここの小箱に所属している人たちとかアジトの人たちだったりとか、なんかそういう人たちが本当の意味で働きやすいだったりとか、その仕事がしやすい環境だったりとか、本当に高いクオリティの、高い質でつながるその人間関係だったりとか、うん、なんかそういうところをみんなに提供するっていうところにしかあまり興味がなくて、はいはい、でなので結果的にその僕がその僕とか僕の仲間たちで作れるこの環境の中にいるクリエイターたちが行う活動が結果的にここ静岡のなんかに還元されたりとか、うん、なんか地域性その地域に貢献されていくようなそのハブ的なポジションになれればすごいいいなと思うんですけど、はい、いずれなんかそこにアプローチしそうですね、うん、結果としたら、そうですね、結果としてそうなっていけばいいなと思います、うんうん、なるほど、なんか今みたいに僕の話って、うん、ある種なんかその自分の活動の理念とか、うんうんうん、会社でいうその企業理念とかになりうるところだと思うんですよね、うんうん、コアなメッセージとか、なんかいずれ仲間を集めないと、さっきも話したんですけど、年取って体力落ちた時に結構自分がしんどくなってくるじゃないですか、うん、なんかその時になんか志が共通してる人同士が自然と集まるってあるじゃないですか、うんうん、はい、引き寄せみたいな、はい、なんかそこのためにも常日頃そういう発信しておけば、いざって時になんかそういう仲間が集まってきたりするんじゃないかなっていう狙いも実はちょっとあったりします。確かに、あのなんか今でもいますよ、うん、あの僕のこの YouTube のチャンネルって今現在400人ちょっとぐらいしか、500人もいないようなちっちゃいチャンネルですけど、そのコワーキングの働き方とか、そのフリーランスの働き方とかを発信してると、あの YouTube 見てたんですよって言って、その小箱のこと知ってくれて入ってくれる人とか、やっぱ届くべき人というか、届いてほしい人には届いてるんですよね。だからなんかこういう活動って細々とでも続けていきたいなと思うし、確かになんか仲間が増えてからいろいろ考え方とかも結構変わりましたね、すごい変わりました、はい、ここを作って集まってきて、はいはいはい、クリエイターたちと一緒に過ごしていく上でなんかいろんな考え方とか、うんうん、それこそ仕事の仕方とかも変わったし、うんうん、って感じですね、はい、なんかもうすげえいい話ですね、うんうんうん、それこそその作品、その、はい、さっき僕仕事のクライアントワーク減らしていきたいって話をしたじゃないですか、はい、なんかそれこそまあ、さっきの話じゃないですけど、うん、なんかその映像を作ってて結構疑問に思うことが最近よくあって、うん、じゃあ採用動画いつも作ってるけど、うん、いつも同じテイストで、うんうん、同じこと聞いて、はい、なんかインサートいい映像を撮って、うん、なんかこれって本当に採用動画としてのその本質的な役割って果たせてるのかって言われると果たせてないと思うんですよ。そうですね、うん、まあ、果たせてないと思うからこそ、なんかそういう動画が持つ本質的な意味ってなんかちゃんと向き合っていきたいなって思ってはいるんですけど、結局なんかクライアントから依頼があるとやっぱ僕ら、ね、今断るわけにはいかないし、だからなんかそういうクライアントワークやってると自分の世界なかなか作りづらいですよね。自分の色とかを出していくのって本当に難しいから、で僕が なんでこの話したかというと、そのメンバーが増えてから、うん、なんかそのそれぞれ得意な
ことがやっぱあるんですよね、うんうんうん、この人は機材のことめっちゃ詳しいとか、うん、この人はライティングめっちゃ詳しい、この人はカラグレのことめちゃくちゃ詳しいとか、うん、この人はなんか音声のなんかノイズ切るのめっちゃうまいとか、細かいことで言うとなんかそういうのが、うん、集まってきたので、あ、なんかこれって自分一人のビデオグラファースタイルではできない作品作りってできるなって思うようになってきたんですよ。でそうしたらなんか自分が自分でビデオを撮って編集するよりもいい作品って作れるし、うん、なんかそういうなった時にじゃあなんかこれでこのみんなでやってくることって企業案件とかじゃないなと思ったんですよ、うんうん、あもっとこう、うん、有意義だなというか、そう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 、なのでなんか それでなんかその作品としての映像制作っていうのをなんかもっとちゃんと向き合っていきたくて、うん、でそれで去年は1本そのショートドラマみたいなの撮ったんですけど、なのでそういうのをやっていきたいですね。なんかここにいるから出会えた人たちと、はい、ここにいるから出会えたその演者の人たちだったりとか、うん、なんかそういう人たちと一つのチーム作って、うん、なんかそのドラマだったり、うん、なんかその短編映画なのか分かんないですけど、うん、でそういうのを作っていきたいと。でもっと言うとそういうのを活用した企業さんの CM だったりとか、うん、なんかそういうのを作れるチームってあんまり聞いたことがないので、確かになんかそういうのはすごいなんか貪欲にやっていきたいなっていうのは、うん、でもそれすごい強い武器ですよね、うん、オンラインサロンでしょ、うん、きっとこの小箱っていう場所があるのって、うん、なかなか山梨にはそういうコミュニティはもうなくて、うん、まあ、場所はあれど多分クリエイターとかはそもそもそんなに多くないんで、うん、なんかそういう環境が身の近くにあるのが結構羨ましいかもしれないですね。山梨だとほぼほぼないですね。ほぼほぼないってことないと思うけど。いや本当にね。そうそうそう、いやマジなんか今日何回も言いますけど、うん、5人いるかいないかとかですね。うんうんうん、いやもっと巻き込めば、はいはいはい、規模とか関係なしに人を集めればいいってあるんでしょうけど、うんうん、なんか同じぐらいの境遇の人たちは本当に少ないですね。なるほど。はい。本当に自分が映像をやってなかったら桐原さんとも出会うことできなかったんで、はい、うんうんうん、まあ、こういう、ね、出会いが、まあ、すごいなんか自分の財産になるなと思うし、本当に良かったなって思うので今日は来ていただきありがとうございます。はい、こちらこそ。今度はあの山梨の方にも遊びに行きますんで、はい、という感じで、はい、じゃあ僕の方の動画はこれで終わりで、はい、後半戦ということで後半戦もあります、ね、また別のテーマで、はい、今度は桐さんのチャンネルの方でちょっと喋ってみようかなと思うんで、はい、ぜひぜひ概要欄から見てみてください。はい。じゃあ、本日はどうもご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございます。